久保さん、Google Chromebook 2万円にしましょうか。Google も Chromebook 2万円。<laughs> まあ久保さんがあれね、笑顔でね、吉田さんこれ2万円でこれいいっすよ、みたいなね。あれ結構忘れられないですね。<laughs> そんな2万円の Chromebook 喜んで笑顔でなんか自慢げに話す人まあまあ見ねえぞ、みたいなね。<laughs> あれ結構印象深かったですね。うん、なんかまあ、ほとんどの人が今を見てるんで、僕はありがたいことに、 いろんな人の一番原点を知ってるのでだから原点を知ることによってその人がやってきたことの事実を知れますだけど今しか見てない人はその泥臭いことやってるようなことは分かってないですからねなんかただ今見てねなんかこいつなんかなん,かなんやねんみたいなねいやいやそれ,それを手に入れるためにそれ双方の リスクも背負ってきたし、それ相応の時間も使ってきたし、それ相応のことやってきたよって、ただそれだけなんですよね。うん。だほんとね、今、僕もだいぶ落ち着いてきましたね。やっぱり、まあ信頼積み上げてきた分もありますし、まあ商品売れないってことがまずなくなりましたね。昔あったんですよ、久保さん。僕、あの、起業した時。一本も売れねえみたいな。商品リリースして。 今ないっすね。さすがに。一本も売れないっていう。だからその時3日間、なんか1週間ぐらいで売ってたんですけど、3日経っても一本も売れなくてマジかみたいなね。で、もうセールスレター全部変えて、コンセプト変えて、価格変えて売って、80本売ったんですけど、ゼ <laughs> ロを80倍にした男ですよ <laughs>、うん。でも売れなかったっすからね。うん。だから、 まあそういう時期もありましたしね、僕も。うん。まあだからそれは、うーん。まあそういうことを超えてきてるだけの話ですよ。久保さんも最初ね、売れなかっただろうしね。ね。まあそもそも売れんのかって話でね <laughs>。うーん。だから僕もね、不安はありましたよね。やっぱり今までゴーストライターで、お前誰やねんってところからですから、正直。 本当ね身、身内の身内ぐらいのお客さん、かなり深い人は僕の存在は知ってましたけど、一般の人は知らないわけですよ。うんまあ本も一応出しましたけど、もう,うさんくさい本じゃないですか。別にその、なんか何十万部売れましたっていうものでもないし。うんだからなんだろうな。まあ最初はみんな、 不安からスタートだし、最初できないところからスタートだし、うーんその原点を知れってことですねうんじ事実。原点を知って事実を知れと。その人がなぜそこまで行ったのかっていう、その圧倒的な事実を知ることからじゃないですかね。で、あとはじゃあそれを自分はやるかやらないかですね。うんまあ、人生変えたい、お金稼ぎたいならやるしかないんですけど、 なんかインターネットって僕もそうだったんですけど、やっぱ華やかなんですよ。なんかネットでね、パソコン1台で稼ぐとか、なんか華やかじゃないですか。あの、久保さんの笑顔が忘れられないですけどね。なんか、あその時あんまり多分稼いでないと思うんですけど、<laughs> なんか多分、久保さんの中で、あの、Google Chromebook をね、2万円でね、買ってね、<laughs> これでパソコン1台で稼げんじゃないみたいな、なんかね、ワクワクしてたんじゃないかなっていう、あのね、あのー、すごく感じを受けましたけどね。 いや懐かしいですね。Google Chromebook 2万円。うん、はい。いってらっしゃい。